スウェーデン国鉄 T44 型ディーゼル機関車は、スウェーデン国鉄が開発した電気式ディーゼル機関車である。本校では本系列を更新した TD 型についても記述する。本線における列車の牽引から、操車場における車両入れ替え用までを兼ね備えた車両として、T43 型をベースに設計され、1968年から1987年に、 製造された。2001年の国鉄分割民営化時には新設された貨物会社に引き継がれた。車体は日本国鉄のデジュ型に似たセミセンターキャブ、式箱型車体で、長い側のボンネットは見通しを良くするために切り取りを設けてある。従来の塗装は黒とオレンジ色であるが、グリーンカーご所属のものは青色や緑色などカラフルな色合いである。エンジンは ゼネラルモーターズ CV 型12気筒にストロークディーゼルエンジンを採用。これで発電機を作動させて出力された電流をモーターに入力して走る仕組みである。一部はラジコンのように無線で操縦できるように改造されており、操車場で使用されている。登場当初から貨物列車の牽引を中心に運用され、旅客列車の牽引は少なかった。 1990年代には一部車両が地域交通会社に売却されたほか、ローカル線で運用されていた T43 型を置き換えた。現在も貨物列車の牽引と貨車の入れ替えを主体として運用されている。2007年、グリーンカーゴは所属する T44 型のうち100両を対象に15年程度の延命を目的とした更新工事を行うと発表した。 工事は、デンマークラナースにある、ボンバルディアトランスポーテーションの工場で行われ、同社の展開する機関車のブランドトラックスの技術が活かされる。この工事でエンジンは、マトゥー製 V 型12気筒4ストローク機関に、交換されに酸化炭素の排出量を20から75%減少させることができるという。また、外装にも手が加えられ、工事を行った車両は、TD 型に、 形式変更される。ノルウェー国鉄やイスラエルにほぼ同景気が輸出されている。ありがとうございます。